SCP-1956 のうちの5個体。アイテム番号、SCP-1956。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル、SCP-1956 の各個体は、標準的な人型生物収容室に個別収容し、標準的な養殖を毎日提供します。SCP-1956 へのインタビューを担当する職員は、SCP-1956 の部分的に翻訳された言語について記されているシート SCP-1956-A ラオグミアンを読む必要があります。模範的行動が維持されている場合、調理したキノコやチーズなどの小物を定期用しても構いません。説明。SCP-1956 は、平均して身長およそ 0.6 メートル、体重 8kg の人型生物53体の総称です。対象群は漠然と人間幼児に似通っており、顔以外の全身をカバーする様々な外観の縞模様の服を着用しています。実験の結果、これらの服は実際には彼らの肉体の一部であることが判明しました。SCP-1956 は頭頂部に様々な数の触手状付属器官を有していますが、生理的な必要条件は人間と同一です。SCP-1956 はテレパシーによる意思疎通と、身体構造の変化による新たな手足の生成が可能です。また、本来は体内に収まるはずのない大きさの物体を演化できます。どのようにこれを可能としているかの研究はまだ進行中です。これらの能力は、彼ら特有の音楽演奏とアクロバットを伴う、パフォーマンス、の後押しになっています。ビデオログ1956-17を参照。SCP-1956-1 は、SCP-1956 が音楽演奏に用いるガソリン動力のロボットです。SCP-1956-1 は一般的な楽器を節足動物、もしくは正体不明の生物の形状にしたような外見をしています。これらは初歩的な知性を有し、SCP-1956 個体以外のものから演奏されることを拒否しているように思われます。ホイ SCP-1956-1、SCP-1956 のパフォーマンスの宣伝広告。SCP-1956-1、ハーマン、フラーの不気味サーカス、堂々、上演。ラオグミアから来た音楽ノーム、世にも奇妙な子供たちの生ける楽器を、手に汗握るスタントを。素晴らしい音楽の才能を見に、ぜひお越しください。開催期間は、2日限り、今週の金曜日、編集済み、群、祭事会場で、ホイ SCP-1956、に、ビデオログ1956-17、記録開始。レイウン、SCP-1956 個体らは壁を張ったり飛び回ったりしつつ、頭の触手で虫を掴んでゆっくりと飲み込む。その間、虫は周囲でのたうっている。38秒、個体らは虫を咀嚼して吐き戻し、この時点で虫は楽器へと変化している。個体らは楽器中の身体を噛んで、逃げられないようにする。45秒、個体らが演奏を開始。数体が羽を有する楽器虫に乗ってステージ周辺を飛び始めるが、このスタントは往々にして不安定な角度であり、観客に非常に接近している。飛行は個体同士の衝突で終了。落下した個体は骨折しているが、その骨を痛みの兆候を示すことなく元の位置へ戻す。3分30秒、複数体がお互いの上に登り、いくつかのキーボードを合体させてリング上に変える。3体がリング上キーボードの上に乗ってタップダンスを踊り、他の個体たちがキーボードを回し始める。数分後、回転担当の個体たちはキーボードを急速に回し、輪の内側にいる個体たちは、歪んだ体型をした単一の個体へと融合する。個体らは極端な不快感の兆しを見せているが、さらに数分間、演奏し続ける。演奏終了後、融合した個体はギターを頭上に持ち上げ、極端な力を込めて振り下ろし、自らの身体と地面の一部を粉砕。個体らは分離して残骸の外に這い出す。6分32秒、個体らはお互いの上に登ってピラミッドを形作る。頂点にはカブトムシ型の楽器の上でバランスを取る2個体がいる。下部の個体が回転しながら演奏を始め、上部のものは他個体を地面に押し付けようとし始める。音楽がクライマックスを迎えた時、上部の2個体は空中にジャンプしてお互いに衝突し、乗っていた楽器虫はバラバラになって炎上しながら観客に向かって飛んでいく。残骸が観客に命中する前に、個体らはそれを頭の触手で掴み、飲み込む。
8分30秒、パフォーマンスが終了する。記録終了。ホイ SCP-1956、3、インタビューログ。回答者、SCP-1956、17、ワリ、ウビム、ジプトジク。質問者、エージェント。ラオグミア語の翻訳が不完全であるため、いくつかの単語の意味は推測である。記録開始。エージェント、SCP-1956、17君の故郷についてもう少し詳しく聞かせてもらえますか？ SCP-1956、17、ああ、ラオグから来た。大きい場所だ、ここよりも大きい。折られ重なった石の雲雲。エージェント、もっと詳細にお願いします。SCP-1956、17、ラオグには、不明語。クルスミ、つまり石と金属の融合したものがある。そして我らは、不明語。ウエリコズ、を栽培する。これは発光する植物の、不明語。ウエリケン、の一つで、明かりがない場所を照らしてくれるのだ。ほとんどの場所は闇だ。クルスミとウエリコズが得られる前の我らは孤独であり、遠くへ旅をすることができなかった。この、不明語。ズリムス、のことは考えるだに恐ろしい。当時生まれていなかったのは幸いだ。エージェント、地下ということですか？ SCP-1956、17。何？地下は空っぽだ。たまに見る分には面白い。頭が痛くなる。他の種族がそこに住んでいるというものもいるが、私は信じないな。あそこに触れるものが何もないのはみんな知っている？単なる笑い話に過ぎない、と思う。エージェント、君たちの種族の詳細を教えてください。SCP-1956、17。我らは若いのだと、父、保護者、は言った。外側にはもっと古い者たちがいる。我らには、お主らが見ている色だけでなく、もっと多くの色や縞模様があるのだ。ほぼ常に暗いので、我らは音楽を演奏し、踊り、歌う。我らは銃、不明語。ヒルズリム、を超えて長生きすることはない。あたりには怪物が数多くいるからな。故に兄弟が多い。だが我らは賢く、罠を作って怪物のことを学び、我らのために働く怪物を作ることもできる。我らが、不明語。ハールザグムルボック、と呼ぶそれらのいくつかは、我らの音楽をより良いものにしてくれるのだ。エージェント、どのようにしてここにたどり着いたのですか？ SCP-1956、17。ああ、複雑だ。我らが全てを知っているわけではない。だがとりあえず話そう。不明語。マール、フブム、ヒルズリム、にお主らの種族の一団が訪ねてきた？初めてのことではない。お主ら背高たちは、以前も我らの元を訪れて音楽と舞踏を見聞きしていた。連中は本で満たされた場所に繋がる穴やら扉やらからやってきたのだが、我らはそちらへ行く方法を知らなかった。だが新しい訪問者は、自分たちは芸術家であり音楽家であると、サーカスなのだと名乗った。彼らは奇妙な動物や玩具を持ち込み、それまでとは大きく異なる背高たちを連れ込んできた。ひときわ恐ろしかったのが、上下逆さの顔を持つ男だ。彼らは食べ物と飲み物も数多く持参しており、盛大な宴を開いた後、我らの、不明語、ナルガルム、と一つの賭けをした。エージェント、何の賭けです？ SCP-1956、17、どちらが優れた芸術家であるかを競ったのだ。だが今回、彼らが対価に臨んだのは鉱物でもハールザグムルボックでもなく、今お主らの元にいる私と他の者たちの身柄だった。ナルガルムたちは3種目を選び出した。第一に音楽。これは、お主もわかるだろうが、我らの勝利だ。フラーの音楽の技量は、愉快ではあるが実にひどいものだった。第二に舞踏だが、フラーはこれに身体がキトイと出てきた背高たちを出場させて、勝利した。そして最後が料理だったのだが、彼らの料理は実に素晴らしいものであった。私は、すまぬ、このような話は本来すべきでないのだ。だがあの賭けは不公平であった、公正ではない。エージェント、君たちの指導者たちは、サーカスが君たちを連れて行くことに同意したのですか？ SCP-1956、17。そうだ。結局のところ、連中は今まで見たこともないようなチーズやキノコやハールザグムルボックを送られたのだから。
お主、信じられるか？フラーは勝利してなお、我らを引き取るだけでは不公平だと言わんばかりに、ナルガルムたちに贈り物をする余裕があったのだぞ。エージェント、ありがとうございます。今回のインタビューはこれで十分でしょう。SCP-1956-17 待ってくれ、お主ら白き背高の一族は実に賢い。本の一味が作れるという穴や扉の話をしているのを聞いたぞ。それをいくつか作って、我らを送り返してはもらえないか。家族が、故郷が恋しいのだ。代わりに何でもするぞ。エージェント、できる限りの力を尽くしますよ。記録終了。